してないそれちょっとお願いしていいですか、一発目なんで、いきますよ、はい、いきます、では、拍手お願いします。ええやん、ええやん、今日のお客さんあったかい、ええやん、ええやん、いやね、僕もね、ちょっとね、最近ね、アンパンマン見てちょ、ええなぁ思ったんですよ。ええなぁ、誰もが子供の頃一回やったことあるあの有名なアニメ、アッパーマン。いや、違う違う、アッパーマン、アンパンマン、アッパーマン、アッパーマンってたま主人公ボクサーみたいなってやん、アッパーが好きですみたいな、そんな違うよ、そんなアッパーじゃないよ。アッパーマンの必殺技は左ジャブ。いや、そこはアッパーでこい。そこはアッパーでいきましょう。ジャブ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 。何してんねん、相方ジャブで首つけ。俺はみんなに首つけ。でもお前ら俺らに首つけ。ラップか。よもういらんでしょ。よーよー、おい。よー、横髪。よー、帰ってこい。よー、おい。俺は今から怒られ。集合。何してんねん、お前。ジブリストアに来んなよ。変な横髪してるし、お前。何やねん、お前。ちゃんと俺の話聞いてくれる？ね、ちゃんと聞いて。あ、そのアンパンマンなんだ。あ、盗まれてる！いや、誰がこんなとこ盗むねん、おい。ちゃんと聞いて、聞きたい。ね、あのアンパンマンなんですけど、もう最近ね、あの久しぶりこの年になってから見たらね、ちょっと着眼点っていうのかな、違う、ちょっとおもろいな思って、ね。何何それ？いや、例えばね、そのアンパンマンの中身が粒あんなんか、こしあんなんか。ね？ね？これ見たらおもろいでしょ？気になる、気になる。気になるだろ？じゃあお前どっちやと思う？俺コリアン。いや、韓国。もうそ韓国やわ。ちゃうやん。アンパンマンの中身の話や。アンパンマンの中身はあんこや。いや、そらそうやね。あんこや。そらそうやね。あんこですけども。いや、もうええわ。粒か腰でこい。粒か腰で。腰パン？そうそうそう、腰パンね。そうなんですよ。腰パン、男子がちょっとおしゃれ格好出して、わぁ、かっこいいみたいな。なんでやねん。何をやらせんねん、お前。かっこいい。恥ずかしいよ。何やねん。ええやん。いや、そんなにノリツッコミよかった？いや、左ジャブ。いや、アンパンマン。アンパンマンやな。アッパーマンや。そんな話でええから、アンパンマンの生い立ちの話早く聞かせてくれよ。小麦粉や、それ小麦粉や、もう分かったもん。パサッといらんで、小麦粉や、違う、中身の話してんねん、アンパンマン。中身、中身は絶対ええやつやろ。いや、そりゃそうやで、ね、いや、そういうことじゃないやん。もうなんか、パンの中身や、パンの中身。パンの中身や、それアニメやから誰も分かれへんよ。いや、もうそうかもしれんけど、なんかちょっとちぎった時に見えるやん、うん、この部分でちょっと想像してみたらええ。そこで想像を膨らませるやん。ちょっと待って、中身とう。アンパンマン、お腹が空いたよ。まさかのカバンを。バイキンマン。バイキンマンかよ。はい、形いいなよ、お前。顔ちぎれ。そんなもんないわ。まさかの五十型。いや、ちぎったからや、そんなもん。ちぎったからや。頭で来いよ、頭で。頭なの。プリン。いや、ちゃうちゃう。音。何やねん。おお。見て。どっちやった？美味しそう。いや、味か。よだれ出てきた。なんでよだれ出てくんの？じゃあ、食べてみたらええやん。わかるやろ。俺、あんこ食われへん。じゃあ、よだれ垂らすなよ。もうええわ。もう答え言うわ。あの中身は粒あん。え？アンパンマンの中身は粒あんやった。粒あんなんですよ、あれね。ほんまはね。よだれ出てきた。あんこ食われへんやんけ、おい。よだれ垂らすなよ。いや、いや、ゼロじゃない。いや、俺はよだれが垂れてる。おい。いつもライブで暴れる。そして、横髪誰かに盗まれ。集合すか、集合。集合。第3公演で。いや、ここや、集合。早すぎるやろ。お待たせしました。絶対待ってたやんけ、今言われんの。違うよ、もうなんで怒られてんのか分かってんのか、お前。何いらんことばっかしやがって、お前、こら。何が、何やこれ、お前。何やねん、これ、おい。そんなん知らん、じゃあ、あんこ嫌い言うてても呼ばれたりで、どういうことやろ、お前。聞いてんのか、お前。俺、あんこ大好きや。ありがとうございました。